開封して当たり券出すぞ。マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん、今回はですね、こちらドラゴンクエスト大の大冒険大コレ大量開封して当たり券を出してやるぞーということで、やっていきたいと思います。これ1ボックス12個入ってるんですけど、2,3,4 ボックス用意しました。計48個開封していきたいと思います。まず皆さん、ドラゴンクエスト大の大冒険ってご存知でしょうか？今30代ぐらいの方は、いやー、大の大冒険懐かしいわー、昔漫画で読んでたわーってね、僕みたいに思う方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。実はね、この大の大冒険ね、今ねテレビでね毎週やってるんですよ。今第2話まで見たんですけど、それがね非常にね面白いのね。こうなんか昔のことを思い出してアニメを見て、うわーね、アバンストラッシュそうだよねとかね、すっごいねこう懐かしい感じで、まあ、見れてるんですけど、それとは違って今のね子供たちね、ドラゴンクエスト大の大冒険を知らない子供たちは、新たな漫画、新たなアニメとして今見ているっていうね、大人から子供までね、いろんな思いを込めて見れる、そんなアニメがスタートしているんですね。で、今回はその大の大冒険のコレクショングッズ大これを開封していくということでございます。いやー、大の大冒険マジでね面白いんですよ。もう僕ね、ドラゴンクエストシリーズの中でも多分一番好きです。ネタバレに ならない程度にしか僕今回話せないんですけど、大ももちろんいいんですけど、ポップがねいいんですよ。僕の中で大の大冒険の主役はポップなんじゃないかなと思ってるぐらいに、このポップが成長していく様子、そして敵とのこうさ、あの戦いからの友情からのこう大どんでん返しみたいな、もうねいろいろ語り尽くしたい。ということで、早速こちら大これ開封していきたいと思うんですが、その前にですね、じゃじゃーん、ドラゴンクエスト大の大冒険ビジュアルフィギュアというのもありますので、こちらをまず開封して組み立ててみたいと思います。大、ポップ、レオナ、アバン VS ハドラーの4種類になってまして、こちら大なんですけど、アバンストラッシュということで、すごいかっこいいね攻撃のシーンがね、こういう風に組み立てられるんですよ。こんな風にアクリルの部分をねこう取ることができるんですね。ほら、いろんなアクリルがありまして、これをね全て組み立てていくんです。で、実際に組み上げていくと、一番後ろにこのね土台をこういう風にね差し込みまして、よしと、台を差し込んで、これすごくない？剣のエフェクトを剣の前にねこうやってね差し込んで、これを差し込めばビジュアルフィギュアの完成です。かっこいいね。組み上げるのも簡単だし、これが 2.5 次元立体化っていうものなんですね。じゃあ他のも組み上げてみたいと思います。じゃーん、ということで全て組み立てました。まず台です。さっきも紹介したアバンストラッシュを放ってますね。そしてポップがメラゾーマ、そしてレオナがこれ君にあげるわというね、これアニメの第2話の名シーンですね。そして次が出ました、アバン先生、アバンストラッシュ。いやもうね、みんなこれやりますよね。そして最後がこちら、イオナズンってね、ハドラーが放っています。敵ではあるんですが、僕は結構このねハドラーも好きです。では、いよいよこちら大これを開封していきたいと思います。ドラゴンクエスト大の大冒険大これ第1弾、集めよう、ずっしり重いメタルコレクションということで、大の大冒険に出てくるキャラクターたちの武器や、あのゴメちゃんが当たるようになってます。シークレットが1種類ありまして、全7種類ね、あの当たるというもので、もしゴメちゃん当たり券が出たら、大これゴールデンゴメちゃんがもらえるというものです。これは本当にめちゃくちゃレアな
ものです。いやー、当たるかな。マジで勝負の時ですね。では早速開封しちゃいましょう。オープン、ドドーン、じゃじゃーん、1ボックス12個入っております。うわー、当たるかな。マジで楽しみだ、これ開封するの。4ボックス開けてみました。いや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 、これをまたちょっと高く積み上げてみようかな。じゃじゃーん、これだけ開封すれば当たり、どうだろう、入っているんだろうか。お願いします、当たり入っててください。では行きましょうか。はい、一つ目こちら、ダイコレ第1弾オープン。ダダーン、お、はい、そしてなんだ、あ、これは宝箱ゲットコードですね。これはドラゴンクエスト大の大冒険クロスブレイドに読み取らせるとゲーム内で宝箱をゲットできるというものです。で、裏にですね、ほらこういうね、バーコードリーダーがついてまして、まあ、これで読み取らせるっていうものです。これはですね、全ての箱に入っているものです。はい、そしてこちら入ってるかな、当たり券。はい、オープン、ドーン、あー、何が入っているんでしょうか。オープン、ドドーン、おー、マームのマダンガンが当たりました。いや、結構さ、しっかりと重みがあって、このマダンガンがね、忠実にね、こうメタルで再現されているというものですね。かっこいい。ですが残念ながら当たり券は入ってませんでした。では次の宝箱いっちゃいましょう。2箱目がこちら。残念、当たりは入ってませんでした。で、メタルコレクションはこちら、クロコダインの真空の斧が入っていました。これもめちゃくちゃかっこいい。クロコダインもね、いいやつなんですよ。はい、オープン。あー、メタルコレクションしか入ってないぞこれは。ちなみにね、シークレットは何なんだろう、それもね、すごい気になるんだよね。3つ目、オープン、おー、アバンの剣が当たりました。こうやって持ってアバンストラッシュってね、まあどうしてもやりたくなっちゃいますよね。はい、続いて4箱目、オープン。はい、当たりませんね。もうかぶった。5つ目オープン、当たり券は出ませんね。で、次のメタルコレクションがこちら、ポップのマジカルブースターが当たりました。これで4種類目ですね、メタルコレクション。6個目オープン、こちら、クロコダインの真空の斧また当たった。7つ目当たり券来い、んー、来ない。クロコダインばっかりや。8つ目、オープン、当たり券は入ってないと。アバンの剣がまた当たりました。9つ目、せーの、はい、こちら、アバンの剣。これも3つ目。はい、10個目、せーの、こちら、当たり券は入ってません。はい、メタルコレクションはこちら、おー、初めて出た、大のパプニカのナイフです。これであとゴメちゃんとシークレットの2種類だけまだ当たってない状態です。はい、14個目、こちら、おー、出た出た、ゴメちゃんですね。やったー。これでメタルコレクションは全て揃いました。あと1つシークレットがあるんで、はい、それ出るかな。いや、やったね。いや、シークレットは必ず出したい。これだけあったら出るでしょ、さすがに。当たり券は入ってません。アバンの剣、当たり券はありません。あー、パプニカのナイフ、当たり券来ないなー。あー、ゴメちゃん。いやー、当たり券どころかさ、シークレットもマジで当たんないじゃないですか。18個目、こちら、こちら、ダドン、こちらします、クロコダインの斧。はい、やべー、折り返し地点来ちゃった。はい、24個目オープン、当たり券なし。
ドドン、マダンガーン。ありません。こちら当たりません。オープン。やばいです。残り5つ。オープン。プン。当たり券は入ってないですね。アバンの剣、頼む。当たり券も欲しいけど、もう贅沢言わないからシークレットだけはとりあえずお願いします。残り4つ。オープン。当たり券はないし、なんだろうこれ。オープン。あ、ごめちゃん。残り3つ。せーの、オープン。当たり来い。来ないね。はい、当たったのはこちら、アバンの剣。当たり券もシークレットも出ていません。はい、残り2つ。当たり券、シークレット来い。当たり券は来てません。シークレット来い。こちら、あー、クロコダインの真空洞の。マジっすか。え、合ってるよね、合ってるよね、カズね。やばいよ、ラスト1個。最後まで望みを捨てない。それは大と同じ。いきます。当たり券、シークレット来い。カモーン、ドン。当たり券ないよ。え、からのシークレットはどう。ラスト1個はこれだ。オープン、ドン。アバンの剣。シークレットも当たり券も当たらなかった。はい、ということでこちらが当たったものすべてになります。アバンの剣が15本、クロコダインの真空の斧が6本、マダンガンがですね、12本かな当たって、ゴメちゃんが5つ、大のパプニカのナイフが7本で、ポップのマジカルブースターは3本でした。いや、結構開きあるんだね。ということで挑戦していったんですが、今回はマスオの惨敗でした。シークレットを皆さんに見せることができませんでした。はい、いや、ぜひですね、この無念をですね、皆さん、大コレね、いろんなところでね、ご購入できると思いますので、ぜひね、皆さんはね、シークレット、そして当たり券当ててみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。で、こちらの大コレとビジュアルフィギュアの詳細についてはですね、動画概要欄のリンクからぜひね、皆さんチェックしてみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。当てたかったよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。